美奈子です。今日はなんかブルーなんです。永遠に輝き続けてほしかった子猫のイメージがあった本田美奈子さん。1967年7月31日生まれ、2005年11月6日急性骨髄性白血病で天国へ召されました。享年38歳。その早すぎた死と才能は多くの人に惜しまれました。本名は工藤美奈子、東京都板橋区成増出身。体重 2860g で生まれ、その日生まれた新生児を紹介する全国放送のラジオ番組で美奈ちゃんの誕生が紹介されたそうです。幼いうちに自身のモニュメントがある朝霞市に移り住み、以来その生涯の大半を朝霞市で過ごしました。歌手になることを夢見ていた母親の影響で、美奈ちゃんも幼い頃からいつも歌を口ずさんでいたそうです。小学校の卒業文集には歌手とか女優になれたらいいなと書き残している。そして中学3年生の時、スター誕生のオーディションを受けている。14歳で出場した予選では柏原芳恵のハローグッバイを歌い、見事合格して決勝大会へ進みましたが、スカウトに訪れていたプロダクションは名乗りを上げず、残念ながら芸能界デビューは叶いませんでした。高校入学後の1983年7月、初めて原宿へ遊びに行った美奈ちゃん、少女隊のメンバーを探していた温度企画のスタッフの目に留まり、ラッキースカウトされちゃいました。デビュー前、高校2年生の時、美奈ちゃんは本名の工藤美奈子で長崎歌謡祭に出場し、グランプリに輝いています。温度企画のボスの高杉は美奈子の歌唱力を高く評価、美奈子をユニットでデビューさせるのではなくソロでデビューさせることにしました。美奈ちゃんは演歌が大好き、演歌歌手志望で、オーディションのために練習していた曲は全て演歌ばかりでした。温度企画は演歌歌手を育てた経験がなかったため、美奈子をアイドルとしてデビューさせることにしたのです。デビュー曲がアイドルの曲としては珍しい歌詞とメロディーの殺意のバカンスになったのは本人の意向を考慮したためでした。このようないきさつもあり、コンサートで美奈ちゃんはたびたび演歌の曲をカバーしていました。彼女がデビューした1985年の同期の顔ぶれは、中山美穂、南野陽子、斎藤佑樹、吉本美代子、朝香唯、石野陽子などキラリ光り輝く少女たちばかりでした。ステージに臨む時、美奈ちゃんはスタイリスト任せではなく、衣装やヘアメイクは全て自分で考案し、振り付けなどはマリリン・モンローやマドンナなど海外のスターの映像を繰り返し見て演出の参考にしていたという。美奈子はアイドルと呼ばれることを嫌い、自己主張が強い性格なのか、アーティストと呼ばれたいと発言したこともあった。1987年テレビドラマパパはニュースキャスターに本人役で出演した。主題歌のワンウェイジェネレーションもそこそこのヒットだった。だがこのままでいいのだろうか。成人した美奈子の心の葛藤は深まるばかり。ロックバンドも結成してみた。しかし自分が探し求めていたものではなかった。1990年、彼女はミュージカル日サイゴンのオーディションを受けることを決意する。そして美奈子は応募者約1万2000人の中からヒロインのキム役を射止めたのでした。翌々年の1992年5月5日、日サイゴン日本初上演。1年半のロングラン、美奈子の歌唱力と演技力は高く評価され、1992年度のゴールデンアロー賞演劇新人賞を受賞。日サイゴンの公演を終えた美奈子が次に挑んだのは94年の屋根の上のバイオリン弾きだった。以降96年の王様と私、97年のレミゼラブルとミュージカルへの出演は続きました。美奈子はある程度の達成感を感じたことでしょう。しかし彼女はさらなる飛躍を目指しました。98年にはエイズ治療のチャリティーコンサートでプッチーニのオペラ蝶々夫人のある晴れた日にを、2000年6月シドニーオリンピックを記念してオペラハウスで催された日豪親善コンサートではタイムトゥーセイグッバイなど2曲を歌い、次第にクラシックへの志向を強めていきました。美奈子はミュージカルに出演しつつ、2003年5月初のクラシックアルバムアベマリアをリリース。クラシックの曲に
日本語の歌詞をつけて歌うという異例のスタイルで活動の幅を広げ、みなごが納得できるかもしれないゴールに近づきつつあるかに見えました。しかし、そんな努力の人、みなごを悪夢が襲ったのです。2004年末頃から風邪に似た症状や微熱が続き、体調が優れなかった。そんな中、11月には地元、朝霞市でのコンサート、12月23日には新宿でのクリスマスコンサート、そして最後のテレビ出演になった題名のない音楽会21の収録に臨んだ。年が明け、みなごは受診する前に文京区の順天堂大学医学部附属順天堂医院で血液検査を受けました。1月12日連絡を受け、母と事務所の社長と共に病院へ出向いたみなごは、血液検査の結果、急性骨髄性白血病であることを告知されたのです。みなごはあまりのショックにその場で泣き崩れてしまったという。そのショックも冷めやらぬうちに、みなごはすぐに入院の準備をするよう医師から告げられ、闘病生活が始まりました。数日のうちに、みなごは確固たる決意を持って病気と向き合うことを決心しました。入院中のみなごは自身が深刻な病状にあるにもかかわらず、彼女は母をはじめとして家族や親戚、そして周囲の人々を思いやる心優しさを失ってはいませんでした。みなごを見舞ったある人は、励ましに行ったつもりが逆にこちらが元気をもらってしまったと述べている。病気の回復を信じ、仕事に対する情熱も失っておらず、その年のレミゼラブルに出演できなかったことを非常に悔しがっていたという。みなごの白血病は極めて稀で、100万人に1人が発症するような横不良の治療抵抗性の白血病でした。入院後できうる限りの治療が施されたのですが、奇跡が起きることはありませんでした。亡くなる前日、一句を聞きつけて駆けつけた友人も、岩崎宏美や南野陽子など、みなごの容態を気遣う面会者が病室を去った後、肺炎の合併症からみなごの容態は急変。2005年11月6日、午前4時38分。本田美奈子、エイミー。その旅立ちは、多くの人の悲しみを誘う旅立ちになりました。工藤優希ちゃんは、1971年、昭和46年1月17日の矢木座生まれ。父親は恥ずかしい行為をしでかして世間を騒がせた。ヒット曲ああ上野駅を歌った歌手の伊沢八郎だ。東京八王子市の豪邸に住んでいた優希ちゃん、周囲からは恵まれた家庭だと思われ、羨望の眼差しで見られていた。しかし実情はそうではなかった。父は仕事で不在がちで、父母と優希、そして弟の4人家族はバラバラだった。またたまに父が在宅している時は恐怖でしかなかったという。父である伊沢は酒が入ると別人になってしまい、家族にしつこく絡んできたという。優希ちゃんが8歳の時、両親は不仲になり、母は家から追い出されてしまった。優希たち子供の世話をするために雇われた家政婦は底意地が悪く、あんた肉嫌いでしょと言って、みながハンバーグなのに優希ちゃんだけ目玉焼きという具合で、母親を慕う優希ちゃんは意地悪をされたそうです。そんなこともあって栄養が不足したためか、クラスで1、2を競うくらい痩せていたそうだ。そして徐々に家に居場所がなくなり、年端も行かない雪にとって地獄のような日々で、普通に両親がいる家庭に生まれたかったと自身の運命を恨んだという。学校でも芸能人の娘だということでからかわれてしまうことも多く、友達の輪に入れてもらえなかったこともあったという。そんな悶々とした日々を送る優希ちゃんに転機が訪れたのは、1983年12歳、小学6年生の時だった。普通の女の子として渋谷でスカウトされ、アイドルデビューすることになっちゃいました。やったぜ、一刻も早く不毛の我が家から出たいと考えていた彼女にとって、まさに千載一遇のチャンスだった。優希ちゃんは父の呪縛から逃げるために全身全霊を込めて突き進んだ。デビュー当初、優希ちゃんは伊沢の娘であることを隠した。なぜなら世間が知らない優希が憎んだ
彼の部分を持つ父、伊沢の娘であることを隠したかったのと、親の七光で仕事をさせてもらっていると思われたくなかったからだ。このことは彼女の生い立ちから来たものだろう。歌手というより女優のイメージが強いゆうきちゃん。小学校を卒業し、中学生になったゆうきちゃんは、TBS の歌番組、ザ・ヒットステージでデビュー。その後、ハンス食品の袋麺の CM でお湯をかける少女として話題になり、翌1984年6月公開の映画、逆風車家族に出演。また、この映画の挿入曲、野生時代で年末に歌手デビューも果たしました。デビューさせる際、プロダクションは、君は必ず売れっ子になると言って、ゆうきちゃんを期待させ、極めて多額の宣伝費用を投じました。しかし、これまで多額のプロモーション費用をかけたアイドルの多くは歌手として成功しておらず、ゆうきちゃんのシングルレコード、野生時代も、彼女が出した多くのシングルレコードの中では、オリコンのランキングで一番上でしたが、しかし、トップ10にも届かず、39位止まりで、歌手としては、バチクソ、ずっこ出ちゃいました。14歳の頃、ゆうきちゃんは、私は一体何者なんだろう、と、ものすごく悩んだという、歌手を目指して芸能界に入ったものの、歌は泣かず飛ばず。レコードデビューする前、彼女の仕事は演技がメインで、最初から役者だとみなされる現場で鍛えられてきたこともあり、真剣に役になりきろうと努力をしたそうです。しかし、彼女が求められたものは、ちょっと下手っぴな方が可愛いという、当時の撮影現場の風潮だったアイドル的な演技だったのです。アイドルらしくないアイドルだったゆうきちゃんは、現場が求める演技に応えることができなかったのです。そんな中、アメリカでは、役は全てをオーディションで決まる、ということを知ったゆうきちゃんは、17歳の時にハリウッド映画に出てみたい、と渡米を決意。コツコツと英語の勉強を重ね、翌年、18歳で渡米。驚くことに、受けたオーディションでは、私を出さないと後悔する、とまで言い切ったという。まさに、鉄の意志、クソ度胸である。そんなこんなで、1989年公開のハリウッド映画、ミステリートレインの出演は決まり、ハリウッドデビュー、できちゃいました。1996年からは、アメリカに定住。そして、28歳の時、戦争と人種差別という人類にとって、普遍的なテーマを扱った、デイビッド・グターソンのベストセラー小説、スノー・フォーリー・オーシーダーズを映画化した、ヒマラヤ杉に降る雪で、シリアスな演技が求められるヒロイン初恵宮本役を好演した。しかしハリウッドは甘くはなかった。オーディションに受からなければ仕事を得ることができないアメリカで、女優だけでは食べていけず、ボロボロの家を買いリフォームして転売したり、日本語の教師をやったりもした。このままアメリカで生活を送るか、それとも区切りをつけて日本に帰るか迷ったそうだ。アメリカでの生活を通じて、彼女は女優業でなくても何の職業でも食べていけると感じたそうです。この間、彼女が出演した映画はわずか4本だった。2005年、父の容態が悪化したことにより帰国を決意。長らく住んでいたロスアンジェルスを後にした。翌2006年、帰国したゆうきちゃんは女優業の傍ら、富士宮市に広大な土地を買い、農園を開き、その後カフェナチュレをオープンしました。2007年にはダッシュアワー3に殺し屋ジャスミン役で出演。ジャッキーチェンと驚きの格闘シーンを演じました。農園では米や野菜を自然農法で栽培しており、カフェではそれらの素材を使った料理を提供しているそうです。何事にもチャレンジの精神で邁進してきた工藤勇気さんですが、現在の彼女にティーンエイジャー時代の爽やかな面影は残っておらず、整形失敗、宇宙人グレイになっていた。